どうぞ。今年の新酒です。お二人ともこの銘柄が好きでしたよね。あんなことがあって今年はダメかと諦めていたのですが、どうしてなかなか。人というのはたくましいものですね。あの最悪にもかかわらず蔵を守り抜いたのですから。あれ、奥義さん。いや、もう来てたのかい。来てたのかい。おや、皆さん揃ってどうしてここに。お前さんと一緒さ。めでたい日だ。一緒に祝いたいじゃない。そうだろう。ええ、そうですね。お久しぶりです兄上。祭り事が忙しく、なかなか参りに来ることができなくて。すみません。こちらの方は心配いりません。お一人の旦那マルロ、そっちでことはハムリで楽しくやってるか。こっちはまあぼちぼちってとこだ。あの姫様たち、ずいぶんと立派になったぜ。あんなことがあったってのに、民が飢えずにやっていけるのは姫様たちが頑張ってくれているおかげじゃない。旦那たちの献身が実を結んだんだ。怒ってくんな。兄上、お知らせしたいことがあります。この度私はおじい様の後を継いで正式にオーロとなり、シノノンと婚約するぞ。ねえ、シノノンちゃん違うのか。もしかしてシノノンのこと遊びだったのか。遊びも何も。さあ、しんみりした話はここまでにして乾杯と行こうぜ。奥義、温度は任せた。僕がですか。そうですね。ではヤマトの繁栄を願って乾杯。乾杯。久しぶりだな旦那。飲め、駆けつけ三杯だ。今頃ハクさんはどうしているのでしょうね。あの旦那のことだ。案外ここに来ているかもな。おお、いい飲みっぷりだな。遠慮するな、まだまだあるからな。いや、冗談さ。久しいの。あれからずっと引きこもっていたと聞いておったが、やっと穴蔵から出てきたようじゃな。そちらはずっと泣き暮らしていたそうではないか。あたりはばかることなく突然泣き出す帝と海を越えて伝わってきたぞ。斧が半身を失ったのじゃ。悲嘆に暮れて当然。何を恥じらうことがある。それに泣き暮らしたとて世は立ち止まりはしなかった。歯を食いしばり民を導いてきた。長らく引きこもっていたそなたと違ってな。あのまま表に出てこなければ見限っていたところじゃぞ。嘆く暇があるとは優雅なことだ。王位継承で嘆く暇すらなかった我としては羨ましい限りだな。断じて引きこもっていたのではない。なんともずうずうしい妹ができたものだ。だがここは姉として寛大な心で。何を言っている。それはこちらのセリフだ。どうやら白黒はっきりさせた方が良いようだ。ふん、泣いても許してやらんぞ。お久しぶりですフミリレ様。お元気そうで何よりです。ルルちゃんもおかわりなさそうで、今度は皆さんとトゥスクルへ遊びにいらしてください。
精一杯おもてなしさせていただきますね。はい、ぜひ。まあよい。今となっては世に辛辣な物言いができるのもそなたくらいじゃからな。笑って許してやらんとな。それはこちらのセリフだ。ふそれじゃあ始めよっか。うむ、始めるとしよう。今日この良き日、オオカミの御前にて申し上げます。オオカミウィツァルネミテアよ、オンビタイカヤンよ、我らの選択を祝福したまわんことを、我らを正しき道へと導きたまわんことを。トゥスクルガ御事、天使クーン、ご出座である。ヤマトガ帝、天使アンジュ、ご出座である。我がテスクルの民よ、我がヤマトの民よ、皆は長きにわたる戦乱の日々を、恐ろしき災いの日々を覚えていよう。苦難の時、あまたの試練に見舞われたが、我らは大いなる白き者の導きで前へと進むことができた。そして今ここにたどり着いた。相争った我らもついには矛を収め、共に並び立つことができたのだ。これは束の間の奇跡ではない。我らが民よ、手を取り合う時が来たのだ。目を背けることもあろう、いがみ合うこともあろう、だがそれでも我らは共に歩むことをここに誓う。それが我らを導きし者の願いであり、我らの望みだからだ。その証を万人に知らしめるため、我らはかの者の名を受け継ぐ。いにしえより歌われし者、白きオーロの名を。さあ皆の者よ、聞くがよい。その名にかけて我らは宣言する。テスクルのヤマトの常久なる和平が今ここになったことを、ハクオロの名において。やっとここまで来られたのじゃ。これが始まりかな。どこかで見てくれているかな。きっとね、きっとどこかで。
正常、政務のお時間です。うむ、そうか。こちらとなります。早急な採決をお頼みします。そこに置いておくがよい。正常、正午からはお城大橋建設の慰問を。うむ、わかった。ベナウィ様、これは式神ですか。そうですか、志高く成長なされたと心震えていたのですが。そうですか。逃げたのですか。これは上薬がいまいちか。うん、こっちのはうまく焼けたようだな。若様夢中ですね。茶の道にはまると茶器も自分で焼くようになるって言いますけど、本当だったんですね。ああ、こうしてやってみるとなかなかに面白い。名人のような器は作れんが、自分なりのものができればそれで嬉しいものだ。僕たちは若様の器好きですよ。はい、ぎこちないですけど温かな感じがしますから。まだまだだと言いたいのだろう。だが悪い気はしないな。王位を久遠に継承させてようやくのんびりと過ごせる。こうして趣味にも没頭できるというわけだ。お、これなどはいい感じだ。主将ベナウィか。どうだ、なかなかいい出来だと思わんか。正常がまた出奔なされました。いい感じだったのに。今度は式神をお使いになりました。連れ戻すたびますます手が込んできています。お、完全に放心してしまっているようです。若様、お気を確かに。こうしてはおれん。ドリ、グラ、行くぞ。どこへ行かれるおつもりか。決まっている、クオンを追いかけるのだ。
出ないと。これは早急に処理が必要な案件です。正常の代わりにご決裁いただきます。待て、王位をクオンに渡し隠居の身となった今、ようやく面倒ごとから、戻り、俺に姿勢の義務はないはずだ。あなただけは逃がしません。あ、若様、やはりそうきますか。クロ、ウイス、兵を集めなさい。山狩りです。主将を逃がしてはなりません。お嬢の方はいいんで。成功の術式から見て、神様やアルル様が手引きしていると思われます。今から追っても間に合わないでしょう。さようで。それとクロ、ウイス、逃亡を手助けした件、後で聞かせてもらいます。ウイス。行っちゃったね。また寂しくなっちゃうね。アルちゃん、何してるの？はい、これカメッチ。この荷物って？考えてみたら、私もカメッチもまだヤマトを見て回ってない。クーちゃんを追いかけるってこと？でも見送ったのに追いかけたりしたら。追いかける？違う。え、でも今追いかけるって。偶然、旅先の同じ場所で出くわすかもだけ。偶然同じ旅小屋、偶然同じ部屋。あ、あるあるあるよね。同じお風呂にとか、同じ寝床の中にとか、そんな偶然あるよね。ある。そうと決まれば、アルちゃん。そうはさせませんぞ。もっと嫌な予感が当たりましたな。今度という今度は行かせはしません。行こう。ならば仕方ありますまい。皆の者、あれをやりますぞ。よいやさ、神ウィンガーシー。このために三日三晩ネズミ鍛錬したのだよ。その努力は正しくお使いくだされば、歴史に名を残す偉人にすらなれましょうに。興味ないし、めんどくさいからやだ。姫様、行く。あ、待って、アルちゃん。それじゃあムント、お姉様に行ってきますって言っといてね。姫様。ここまでこぎつけたか。はあ、こうして目を閉じると走馬灯のように思い出す。まさに苦労の連続であった。帝都の隅にあったおかげで楼閣そのものは無事だったが、内装は目も当てられない状態だったからな。それをよくぞここまで。ごめんくださいませ。よろしいでしょうか。あ、いらっしゃいま。お招きくださいましてありがとうございます。ウルトリー殿、どうか様、お久しぶりです。なぜあなたがここに？あら、いらっしゃい。お早いお月でしたね。お言葉に甘えて来てしまいました。カルラ、お前、お忍びで来ていただいたの。白楼閣再開初日、最初の客にふさわしい方ですわね。いつの間に話を通したのだ。副業とか言ってよくいなくなっていたが。あら、こう見えてもあなたの知らないところでちゃんと働いていますよ。
面倒な仕事はこちらに全部押し付けたではないか。仕方がありませんわ。どうしても断れない案件でしたもの。相変わらず仲がおよろしいのですね。ええ、それはもう、立ち話もなんですわ。どうぞお上がりになって。ええ、喜んで。どうか、お客様ですわよ。そうだな、ようこそ白老閣にお越しくださいました。しばしそちらでお待ちください。聖女、ご報告いたします。神前大使としていらしていたフミリル様が無事に九十里へ到着したそうです。式典の儀も滞りなく行われたとのこと。うむ、よきに計らえ。ご苦労様です。お下がりください。都の復興も順調に進んでいるらしく、近々諸国の代表を集めて式典を開く予定とのことだそうです。聖女。うむ、よきに計らえ。ねえ、姫殿下じゃなかった、正常また縮んでない？そうよね、昨日はなんかお召し物がはち切れそうなくらいムチムチで、ずいぶん成長したなって思ってたのに。あなたたち黙って働きなさい。おはようございます、フミリル様。よく眠れましたか？はい、おかげさまで。このふかふかなお布団がとっても気持ちよくて、もうぐっすりと寝てしまいました。それはホロロン町の抜け毛を使った羽毛布団なんです。この九十里自慢の品なんですよ。そうなのですか、こんなに心地が良いなんて。気に入っていただけたみたいで何よりです。はい、とっても。はあ、とってもいい気持ちです。あの、フミリル様。フミリル殿、起きておられるか。お兄様、おはようございます。ドルティエ、来ていたのか。フミリル様に朝の挨拶をと。そういやお兄様はどうして。いや、そのだな、朝食の誘いに。いや、我が国へ支援の品々をお届けいただいたお客人に不自由な思いはないかと思ってな。そうなんですね、とっても心地よく過ごしていただいているみたいです。いや、そうとは限らんぞ。国賓であるフミリル殿を歓待するのが我らの務め。粗相があってはこの九十里の恥となる。ならば一の王子であるこの屋敷もフミリル殿が心地よく過ごせるかどうかを確かめるのが義務だろう。ふう、それでフミリル殿は。こっちのセリフだ。ありじゃ、抜けかけとは卑怯なり。
そうだ、我らが協定を忘れたか。何を言うか。俺はただ王子としての務めを果たしに来たので、やましいことは何もない。だったらそれは俺が。待て、俺に決まってるだろう。今こそ帰国じゃ。だから妙なの押し付けてるのは誰だ。あの、お兄様たち珍しいですね。いつもお城は窮屈だからと開拓へ行ってしまいますのに、もしかしてフミリル様に何か。何を言ってるんだ。そんなことないよ。お兄ちゃんを疑っちゃいけないな。騒がしいですわよ。お客人の部屋で何を騒いでますの。おはようございます、お姉様。おはよう、ルルティ。それでこの集団は何かしら。何を見てるのかしら。あ、いや、これはその、どうかしましたか。あら、ヤシュマ様。いや、結構なものを拝見し、あなたたち、川屋の掃除ね。なんで我らがそのようなことを。鼻の下を伸ばしていたことバラしますわよ。分かったなら早く行きなさい。まったく、どうしてうちの男どもはこうもバカが揃っているのかしらね。はい。ルルティア、すみません、笑ってしまって。よくわかりませんが、よかったです。元気になったみたいで。はい、なんだかあの頃を思い出してしまって。あの頃。あの方はきっと戻ってきてくれる、そんな感じがするんです。あの時も戻ってきてくれました。だから今度もきっとそんな気がするんです。そう。はい。